新潟中央インターチェンジは、新潟県新潟市港南区急増小屋の万越自動車道場にあるインターチェンジ、万越道の終点にあたる。料金所が本線上にあるバリア式となっており、岩木ジャンクション起点2 1 2 2トルの本線上にある。また出入り口がそれぞれ2カ所ずつあり。 鳥屋の片公園方面の出入口は 212.3km、新潟県庁方面の出入口は 212.7km の距離にある。インターチェンジとしての所属は万越道だが、料金所の約 50m 南側に新潟中央ジャンクションが所在しており、周辺の道路案内では北陸自動車道及び日本海東北自動車道のインターチェンジとしても扱われている。 開通当初は、長岡方面から東 IC への流出ができなかったが、後にオフランプが増設され、現在は4方面すべてへの流入、流出が可能となっている。新潟県、県内高速バス路線図新潟市から県内各、方面に至る、県内高速バスは東 IC を利用する。停留所は、インター北側約700メートル先の県道16号沿い。 上沼交差点周辺に設けられている。停留所名は中央インター前だが、インターチェンジの敷地内ではなく、同市中央区鳥屋の地内に位置している。なお、上下双方で、バス停の位置が大きく異なっており、相互間は約300メートル離れている。このほか IC に隣接する新潟市民病院からは、一般路線バス、S1 市民病院線、 S5 イ池線、S7 スポーツ公園線を利用できる。ありがとうございます。